はい、こんにちは、チェチェチェです。今回は4月末にやってくる無料型アップデートバージョン2に向けて今やっておきたいことをまとめましたので共有したいと思います。アップデートって何の話？という方向けに簡単に説明すると、今月4月の末に無料で新しいモンスターとか新しいコンテンツとかがたくさん追加されるんですよね。今発表されているのがハンターランクの解放とそれに伴う機能の追加、霞竜大名槌とヌシリオレウスの追加、さらに複数の追加モンスターの実装、以上です。ハンターランクって今最大が7なんですけど、このハンターランクが解放されてハンターランクポイントに応じてハンターランクが上がっていくようになります。ハンターランクポイントって何ぞやって言いますと、今後クエストをクリアすることで入手できるようになるポイントのことです。モンスターハンターワールドとかモンスターハンターダブルクロスとかだと最高ハンターランク999まで上がったんですが、今回のアップデートでどこまで上げることができるかに関してはまだ分かってないんですよね。あくまで予想なんですが、ハンターランク50まで解放とかで今後のアップデートで段階的に上がっていくんじゃないかなと思ってます。ハンターランクが上がると何がいいかと言いますと、あくまで過去作での話なんですが、難易度が高くていい装備が作成できるというようなクエストは受注参加条件がハンターランク50とかハンターランク100とかあったんですよね。あとはハンターランク100を超えると名前の色が変わったりする作品もありました。あとやっぱりハンターランク999になると、あーやったなーって感じがして達成感があるんですよね。ただそこまで持っていくのが結構大変なんですよ。私は今作も頑張ります。実装される大名槌は古竜種です。現状古竜種がラスボスの2種類だけなので、大名槌は通常モンスターとして初めての古竜種になります。しかもモンスターハンターワールドとかアイスボーンでは登場してなかったんで、めっちゃ楽しみなんですよね。ヌシリオレウスはモンスターハンターダブルクロスの黒煙王リオレウスに近い動きになると思います。ただね、多分彼は百竜夜行限定での実装だと思います。大名槌やヌシリオレウスの素材で各種武器の強化の解放と大名槌の武器防具が追加されることが予想されます。古竜種であるラスボス2種の防具にはセットスキルがあったので、大名槌ももしかするとそういうセットスキルがあるんじゃないかなと思ってます。大名槌って消えるモンスターなんで、ハンターが狙われづらくなるとかそういうスキルだったら面白そうですよね。そしてバージョン 2.0 で追加されるモンスターの予想がこちらです。なぜ彼らかと言いますと、それぞれセットで登場する小型モンスターはもうすでにいるのに、大型モンスターが実装されてないからなんですよね。さらにこのドスファンゴとかドスジャグラスに関してはそんなに強力なモンスターではないので、出せるとしたらこのタイミングしかないんじゃないかなと私は勝手に予想しています。あとは初期帳に登場していると噂のガノトドスの可能性もあると思います。さすがに同じ手記帳に登場してるとはいえ、モンスターハンターダブルクロスの看板モンスターであるバルファルクとかの大物はあったとしてもバージョン 3.0 以降なんじゃないかなと思ってます。あとは現在あるマカレンキンなどの不具合修正もこのタイミングでパッチが当たるんじゃないかなと期待しています。続きまして日付の予想です。おそらくなんですが、アップデートの3日前までには公式の特別番組があるはずなので、来週中には特別番組の日付が発表されると予想しています。今年のゴールデンウィークが29日からなので、遅くてもその前までにはアップデートは来るはずです。そしてここからようやく本編です。無料大型アップデートバージョン 2.0 に向けてやっておきたいことは大きく分けて4つあります。ストーリークリア、大名槌対策、ヌシリオレウス対策、新武器に向けての素材集め。まずはストーリークリア。多分なんですけど、ストーリークリアをしてないと大名槌と出会えない可能性が高いんですよね。なのでまだストーリーをクリアしてなくて、4月末にいち早く大名槌と出会いたいと思ってるハンターさんは4月の末を目標にラスボスクリアまで頑張ってください。続きまして大名槌対策です。大名槌はカメレオンのように周りに同化して姿が見えなくなる特殊な古竜種です。過去作だとペイントボールっていうのをつけたりとか、閃光玉を投げてピオらせて、その頭のピオリマークで位置を把握したりしてました。ただね、今作ペイントボールがないのでどうなるかめっちゃ気になってるんですよね。
あと今作からは服づくでモンスターの初期位置が分かってましたが、女槌基本的に消えてるので、クズクが見つけられるかも気になるとこです。ちなみに角を破壊すると消えなくなります。ただそこまで持っていくのが大変なんですよね。大名寿司の弱点属性はモンスターハンタードスまでは竜属性で一切火属性が効きませんでしたが、これ以降の作品では一貫して火属性が一番の弱点で、次に竜属性が効くという感じでした。なので今作も大きな変更がなければ火属性が一番の弱点じゃないかなと思ってます。なので使ってる武器種の火属性の武器と、あと念のために竜属性の武器を覚醒しておくといいと思います。過去作だと肉質そこそこ硬いんですが、属性の通りは比較的いい方だったんで、結構属性も有用になってくる可能性があるんですよね。あとは風圧と猛毒もかなり鬱陶しいので、このあたりも対策を入れておくといいかもしれません。風圧に関しては尻尾周りにいなければ大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、猛毒に関しては結構振りまくので対策があっていいと思います。ただレベル1スロットで積みやすい毒耐性なんですけど、実はこれレベル3でも猛毒を軽減するだけなので、解毒薬とか持っていく方がいいかもしれません。漢方薬が猛毒に効くかどうか説明だけ見ると分かんないんですよね。またこの大名寿司、消えるだけではなく回復薬グレートや偽薬などの食べられるアイテムを盗んでくるモンスターなんですよね。しかも過去作だと盗まれたものは返ってきません。なのでアイテムポーチに携帯食料やこんがり肉など食べられる系のアイテムを詰めて、盗まれる可能性を少しでも減らした方がいいかと思います。続きまして、ムシリオレウス対策です。これは正直百竜夜行限定だと思うので、マルチでわちゃわちゃしていたら何事もなく狩猟できそうな気もします。ただ黒炎王リオレウスは辺り一帯を火の海にするモンスターなんで、手荒れにならないようにお団子と合わせて非耐性20を超えられる防具を準備しておくと少し楽に狩猟ができそうです。めっちゃ難しかったらごめんなさい。最後に新武器に向けての素材集め。今回のアップデートで武器のこの先が解放されるはずなので、現状あまり強力ではない武器が急に強い武器になる可能性が十分にあるんですよね。なので今のうちになるべく様々なモンスターを狩猟して、いろんな素材を貯めておくといいと思います。金冠集めをしながらまったりと貯めていくのはいかがでしょうか。あとちょっとした情報なんですけど、アップデートでスイッチの空き容量が必要になると思います。今回のアップデートで必要になる容量そこまで多くはないと思いますが、空き容量は確保しておいた方がいいと思います。あと任天堂オンラインを1ヶ月で購入していた方はちょうど切れちゃうタイミングなんで、追加購入しておくのもありですよね。1年分まとめて買うと結構お得です。バージョン 2.0 の情報は以上です。そしてこの後、時期は未定なんですが、バージョン 3.0 で複数のモンスターの追加と追加エンディングが来るんですよね。このバージョン 3.0 の追加時期で今後のアップデートの頻度結構わかると思うんで、バージョン 2.0 ももちろん楽しみなんですが、めっちゃ注目してるのがバージョン 3.0 なんですよ。まあ、予想だと夏休み前に来てくれて、まあ、7月初めぐらいになるとするじゃないですか。そうすると今後も2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらい無料型アップデートが来てくれるんじゃないかなと期待しています。あとはね、コラボとかも来てほしいですよね。鬼滅とか進撃の巨人とか、そのあたりとコラボしてそれ系の装備とかも来てくれるとめちゃめちゃ嬉しいです。あとはやっぱり欲しいのは重ね着ですよね。あー、たくさん追加してほしいな。ということで今回は無料大型アップデートバージョン2に向けて今やっておきたいことまとめて共有しました。役に立ったよっていう方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんモンスターハンターライズの情報を動画で発信していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。またねー。